どうも、同居人にエアリアルとトルネードガンダムを1個ずつ買ってきてほしいとお願いしたら、エアリアルを2個買ってきたサボリーマンです。なんでそうなるんだよ。今回はシーズン2が放送開始となった機動戦士ガンダム水星の魔女よりフルメカニクスガンダムエアリアルが発売されましたんで見ていきたいと思います。パッケージアートはガンビットと共に舞うガンダムエアリアル、箱が2つ揃うとより美しく見えますね。発売日は2023年4月22日、お値段税込み4180円。ブランドはフルメカニクスになるため対象年齢は15歳以上となっております。今回は2個作らないので1個片付けておきます。回収型はフルメカで後々出てくるとは思いますが、ガンダムファラクトとかも出してもらえると嬉しいですね。パッケージもなかなかに分厚くて豪華な内容になっております。シェルユニットにはメカニカルな造形のメッキパーツが使用され、ビームライフルにもプラモオリジナルギミックがあるみたいなので詳しく見ていきましょう。青い軌跡はプレ版で出てきそう。ゼニゲバ商売版第1、2、3、4、5、6。説明書。開封して内容物を並べてみました。ランナー合計10倍、洗練されたランナー構成となっております。もちろん全て2022年製のガンダムエアリアルの新規造形ランナーになります。多色成形のランナーは1枚全部で4色。ジェルユニットのカバーにはスモーク調のクリアパーツ。外装パーツは精密なデテールがバキバキに入っているというわけではなくて結構スッキリしています。プラ材には KPA 素材が使われているので全体的にマットな質感。武装類のランナーが1枚と関節レームのランナーが2枚。ジェルユニットはメカニカルな造形をしたメッキパーツが使用されています。おそらくシルバーの上からクリアレッドが塗装されています。ビームサーベルは2007年製の SB8。 ビームブレードのパーツは新規造形で作られていました。このキットはホイールシールは付属しません。マーキングシールが1枚のみ付属します。説明書も見ていきましょう。骨格フレームが入っていないマスターグレードといった感じで、とても簡易的に組み上げられる作りになっています。こちらがカラーガイド。設定色は全部で7色。新規造形パーツが使われていることもあり、余剰パーツは出ない作りとなっていました。4枚のランナーにはアンダーゲートが使われています。多色成形のランナーにはなぜかアンダーゲートは使われていませんでした。それでは組み上げてどんな感じか見ていきたいと思います。まずは肩の関節フレーム、シンプルな3パーツ構成。肩幅に関しては別で組んで被せていきます。シェルニットは造形の細かいメッキのパーツを先に差し込み、上からスモークがかったクリアブラックのパーツを重ねていきます。メッキパーツは凹凸のある造形で、クリア外装とのレイヤー構造でかなり立体感のある見た目に仕上がっております。フレームへの接続は水星おなじみの CG ジョイント。ここら辺はハイグレードと同じ作りになっていますね。側面の大きめのアーマーは上下に可動し、この小さいアーマーは若干ですが可動します。続いて腕、関節レームを挟み込むように外装パーツを取り付けていく。前腕部も同様に外装パーツで挟み込んでいきます。フレームが簡易的でパーツセンスも少なく、かなり組みやすい作りになってますね。上腕部との接続は軸、肩アーマーとの接続も軸接続。ハンドパーツは指のパーツの差し替え式になります。こちらが拳のパーツ、その他には握り手ハンドパーツ、ビームライフルのパーツ、合計3種類が用意されています。ハンドパーツの接続はボールジョイント。保持力も程よい感じになっております。腕と肩アーマーはこれで完成。パーツ構成が優秀で、特に合わせ目といったものは発生しません。さすが最新のキットで、引けなどは特には発生しません。成形色がめちゃくちゃ美しいです。グレーのフレーム類のパーツはアンダーゲートは使われていないので、ゲート跡がちょこちょこ目立ちます。あとよく見るとパーティングラインも発生しています。MG のように骨格フレームがしっかりと入っているわけではないので、パーツの隙間からアーマーの内側が結構見えてしまいます。肩アーマーの裏側には裏打ちとは入っていません。簡易的なディテールが入っています。可動域も見ていきます。肩アーマーは大きくスイング、肩から下はロール、肘から下もロール。肘の曲げは二重関節にはなってはいませんが、前腕部が大きく沈み込み、このぐらいまで曲げることができます。ハンドパーツはボールジョイントで柔軟に可動。パーツセンスは少なく、とてもシンプルな構造をしているんですが、前腕部がここまで自然に沈み込むのは素晴らしい作りをしていますね。次はボディ、胸部フレームへの接続は大きめのボールジョイント。構造自体は HG で完成しているせいでしょうか、結構似た作りをしていますね。肩の関節フレームはシンプルですが3パーツ構成で、可動域が広めな作りをしています。アーマーにフレームを装着してみたらこんな感じ。胸部のシェルニットはサイズ感が大きいせいか、凹凸の造形がしっかりと確認できます。あとは外装パーツを取り付けていく。ボディ完成でございます。さっぱりしたディテールではありますが、ポイントで刻まれ、腹部の両サイドの丸モールドと言ったらいいんでしょうか。この部分はハイグレードではシール補填で色分け再現がされていましたが、フルメカは特にシールなども付属せず、色分け再現はされていませんでした。バックパックを取り付けたら隠れますが、背面にもディテールがしっかりと入っています。合わせ目箇所も特には発生しません。
可動域も見ていきます。頭部の付け根は前方に倒すことができますが、左右に動かすことはできません。腕付け根の関節レームは側面に引き出すことができ、さらに上下に可動し、前方に向けてみたり後ろ側に向けることもできちゃいます。胸部には可動ポイントが入っていて、前後屈の可動はこのぐらい。正面のホワイトのパーツも干渉しないように若干動かせるようになってきました。次は頭部、細かいパーツ分割で完全なる色分け再現がされています。外装パーツが開口され、ヘッドビンバルカの方向もパーツ分割による色分け。額のシェルユニットにはメタリックレッドのパーツが使用されています。側面外装パーツはアンテナも一体成形、メッキパーツの上にはスモークがかったクリアパーツ、正面のアンテナを取り付けたら頭部が完成でございます。4本のアンテナ類の先端にも安全フラッグは特についていません。センサー類のグリーンは少し光沢感を抑えた半光沢のような質感になっていました。ボディへの取り付けはボールジョイント、腕の取り付けはかなり太めの軸、関節フレームに関しては全て KPS 素材が使われています。うっかりバックパックを組み合わせておりました。シェルユニットが入っております。外装アーマーはワンパーツで被せていく。あとビームサーベルの束もマウントができるようになっています。根元のパーツは別パーツ化されているので、前後に動かすことができます。バックパックの接続ジョイントは3箇所、あまり見ない形をしています。上半身完成でございます。思いのほか結構マッシブなシルエットをしています。シェルユニットが赤黒く、いい感じにギラギラと光っていますね。少し足元が映り込んでたんですが、ゲストに似合う少佐をお迎えしております。次は足部、フレームは3パーツ構成、かかとは3パーツ構成で、ハイグレードでは色分け再現がされていなかった箇所もちゃんと色分け再現がされています。つま先は足裏のパーツは別パーツ化されていて、かなり細やかなデテールが入っています。アンクルガードは1パーツ、ボールジョイントによる接続、つま先は大きく上に上げることができ、さらに爪先は若干ですが動かすことができます。アンクルガードが接続されているフレームは側面に振ることができ、このくらいまで角度を調整することができます。続いて脚部、半分だけざっくりと組み上げてみました。内部の構造はこんな感じになります。大腿部正面のシェルユニットにはおなじみのメッキパーツのレイヤー構造、イエローのパーツが膝を曲げると追従してスライド稼働します。膝頭のイエローのパーツは下側に移動し、ふくらはぎのイエローのパーツは下側に引っ張られ、少し沈み込むような形になります。少し柔らかいパーツで下側に引き込むような形になるので、結構ここの部分に圧がかかってますね。組み立て手順とは異なりますが、フレームの構造を見ながら作るのも面白いですね。膝裏のパイプのパーツはメッシュディテールが施されていて、メカニカルな演出がされています。足部を取り付けていきます。接続は軸、部位の中では一番パーツ点数が多いと思われる脚部完成しました。合わせ目は背面の外装パーツとフレームにまっすぐ発生しますが、全て段落ち処理がされています。大腿部側面のデテールなんかもかなり芸が細かい作りになっていますね。可動域も見ていきます。足付け根のフレームは前後への可動は少し制限がされ、90度まで上に上げることができます。膝の曲げは三重関節になっていて、まずは一重、そして二重、三重関節までしっかりと曲がります。膝アーマーのスライドギミックは正面から見てみるとこんな感じ。大腿部イエローのパーツはこんな感じで沈み込みます。足パーツは軸接続で1回転し、足首にも可動が入っていて上下に可動、フレームの可動で側面に振ることができたりと、かなり柔軟に動かせます。次は腰部、サイドアーマーはフレームに引っ掛けておきます。フレーム内部の構造はこんな感じ。軸のパーツをフレームで挟み込んでいく、あとは外装パーツを取り付けていく。また下にはアクションベース専用のジョイント穴がありますが、ちゃんとカバーのパーツが用意されています。フロントアーマーは左右で分かれていて、ボールジョイントによる接続、リアアーマーは特にはありません。腰部はこれで完成でございます。フロントアーマーはハイグレードと違って縦長で、先端が尖った形状に変更がされています。アーマー裏には裏地とは入っていませんが、精密なディテール、股関節根元には前後への可動のアシストが入っています。足パーツの取り付けは少し長めの軸、保持力も申し分のない作りになっています。下半身と上半身は少し大きめのボールジョイントによる接続。とりあえずのガンダムエアリアルの本体が完成しました。100分の1サイズはやはり大きさがあり、迫力があっていいですね。プロポーションも抜群に美しくて、肩の根元からしっかりと肩幅を上げて角度がつけれるのもかっこいい作りになってますね。背面が軽いのもあるんですけれども、接地性は抜群に良くて安定して自立をしてくれます。ですがつま先は経年劣化とともに若干緩みそうな感じもします。あとハイグレードにはなかったんですが、腹部には可動が入っていて、少し前後を伸ばすことができちゃいます。伸縮することによってうねりも加えることができ、可動範囲がぐっと広がるギミックになっております。
次は武装理を見ていきます。まずはビームライフル。本体はモナカ構造の3パーツ構成とかなりシンプルではありますが、合わせ目といったものは特には発生しません。続いてビームエフェクトを取り付けたビームブレード展開状態。続いてガンビットを先端に装着するとロングバレル状態を再現することができます。ハンドパーツへの接続の仕方は凹凸などはありません。挟み込むのみになります。結構ここは不安定になりそうですね。親指で挟み込んでみました。保持力は一応申し分ないかなとは思いますが、ここはピンで固定した方が嬉しかったかなと若干思ってしまいます。本体に装備をさせてみました。一応ポージングを取らせるには問題はないかなと思われます。最新のキットで武装理をピンで固定しないのは少し珍しいですね。その他にビームライフルは専用のジョイントパーツを使用することでバックパックに装着してマウントをすることもできちゃいます。ピンでしっかりと接続されているので保持力も申し分ありません。次はビームサーベル。肩と腕周りの可動域が素晴らしいので、サーベルラックに腕を回してビームサーベルのグリップを握ることができちゃいます。この可動域すごいですよね。しかもかなり自然な形で握らせることができます。握り手ハンドパーツを使用して本体にビームサーベルを持たせてみました。ビームサーベルもビームライフル同様にハンドパーツに握らせるだけになっています。特にピンなどはついていません。特に固定はされてはいませんが、一応形があってはいるのでポージングには困らないかなといった保持力になっております。次はシールドにもできるエスカッシャン。 HG 同様に10機のビットステーブに分離します。それでは基板となるパーツを使ってシールドにしてみていきます。ガンミットの裏打ちもしっかりと入っております。シールドにはプラモオリジナルギミックが入っているので、ここにスライドギミックが内蔵されています。ガンビットの軸は太いのでかっちりと基板のパーツに装着できます。パーツ点数と大きさが違うので、やはりハイグレードよりもだいぶ迫力がありますね。裏面にも裏打ち処理がされていて、部分的に色分け再現やディティールが施されています。あとプラモオリジナルのギミックを見ていきます。先端のガンビット2箇所がスライド稼働し展開します。こんな感じでハサミのように展開をすることができます。キュリオスですね。その他にガンビット側面には特に合わせ目らしきものは見当たらないかなと思われます。一部あまり気にならない合わせ目やパーティングラインも発生するので、気になる方は消した方がいいんじゃないかなと思います。あとこの部分は肉抜き穴と取るかディティールと取るかは、ここは個人の判断次第かなと思います。こういった処理が甘いところはやはり簡易的なフルミカシリーズだなって感じは伝わってきますね。シールドの状態の時は全ワムの側面に装着していきます。本体にシールドを装備してみたらこんな感じになります。やはり大きさがあるんでめちゃくちゃ迫力が出ますね。少し気になってしまうのはこのガンビットの隙間ですね。この間から内側の空洞が見えてしまうのがちょっと残念かなと思います。このぐらいの角度から見たら結構見えてしまうんですよね。あとガンビットをダボピンの間に挟んでいるので半分ダボピンが見えてしまいます。続きましてシールドを分離してガンビットを本体に装着したビットンフォームを見ていきます。一見シンプルなディテールには見えますが、ところどころにモールドが入っているので墨入れをしたら結構映えそうですね。腰部背面のガンビットは突起が展開し取り付けてみましたが、思いのほか奥まで入らないですね。その代わりスペースが確保されているのでしっかりと角度をつけることができます。ギミック上仕方ないとは思うんですけれども、どうしてもここの内側の空洞が気になっちゃいますね。あとダボピン丸見えなんですよね。各所のハードポイントにビットステーブを装着してビットホーム形態にしてみました。公式枠凹凸が際立つキットになっているので、下から見上げるように撮るとかなり映えるカットが撮れるそうです。その他に水星の魔女ウェポンディスプレイベースにも対応しているので、ガンビットを展開した状態でディスプレイをすることもできます。フルメカニクスガンダムエアリアル完成しました。付属品見ていきましょう。武装はビームライフルとシールド、ビームサーベルが2本とビームブレードのエフェクトパーツ、ハンドパーツは拳と握り手が両手分、右手のみ武器持ち手ハンドパーツが付属し、左手のみ開き手ハンドパーツが付属、アクションベースに接続するジョイントパーツと水星の魔女ウェポンディスプレイベースに接続するジョイントパーツが2つ、以上になります。余剰パーツは特には発生しません。本体を詳しく見ていきましょう。それでは可動域から見ていきます。
まずは頭部から、頭部付け根はボールジョイント、基部のパーツは前後に可動、顎を引いてみるとこのぐらい、上を見上げてみるとこのぐらい、横へのひねりも見ていきます。特に干渉するものはないのでぐるりと1回転をさせることができました。腹部には伸縮ギミック、前後屈の可動が前後に大きく入っています。上半身はボールジョイントで接続されていて、特に干渉するものはないのでぐるりと1回転をさせることができました。腕付け根の関節レームは側面に引き出すことができ、前方に腕を向けることもできます。フレームを引き出した状態で肩アーマーを上げ、腕を大きく広げてみました。このぐらいまで上げることができます。足の開きも見ていきましょう。股関節根元は軸接続、アーマー類はシンプルなデザインなので特に干渉はしません。足は90度ぐらいまでしっかりと開くことができました。本当によく稼働するキットになってますね。続きまして毎日のルーチンワーク、膝立ちをさせて見ていきます。フロントアーマーはありますが干渉せず、しっかりと足を上げることができます。股関節根元には可動のアシストがあるので前方に向けて使っておきたいと思います。はい、フルメカニクスガンダムエアリアルの膝立ち整いました。膝周りは三重関節になっているのでとても自然な綺麗な膝立ちをさせることができます。おそらく既存のキットと比べても 1,2 を争うほど綺麗な膝立ちなのではないでしょうか。つま先も自然な接地性ですし、あと上半身もしっかりと動きをつけられるのでかなりよく動かせます。続きまして公式の完成見本画像と比べてみていきます。キットにはマーキングシールが1枚のみ付属、つぐみにはシール類は何も貼っていません。純粋に全て成形式による色分け再現がされています。モールドが思ったよりも入っているので一部彫り直しをして墨入れをするだけでもだいぶ印象が変わってきそうです。好みでマーキングシールを貼るのもいいですが、貼らなくても普通に完成度が高くてかっこいいですし、ここまで来ると回収したりしない限りは塗装はせずパチ組でも十分な仕上がりになっていますね。次は発売日に購入したのになぜか開封もせず積んでいたロボット魂と超合金のガンダムエアリアルと比較をしてみていきます。 HG を除いては全て2023年発売で、ロボット魂は7700円、超合金は24200円とかなりいいお値段をします。サイズ感はロボット魂が HG に近くて、超合金は100分の1サイズに近い大きさをしています。超合金の完成度がすごく高いのかなと勝手に思っていましたが、開封して驚きました。フルメカニクスの方が断然かっこよかったです。超合金はダイキャストの重みや質感が魅力的なので個人の好みによるとは思いますが、造形が4つの中で飛び抜けてかっこいいのはフルメカニクスだと僕は感じました。プロポーションは見る限りだとどれもあまり変わらないように見えます。超合金は発光ギミックを搭載しているのでシェルニットが光るのかなと思っていましたが、頭部のみ光って胸部は光らないみたいです。詳細比較をしてみましたがどれも似ていて、ブランドを消したら一瞬どれがどれだかわからなくなります。超合金とロボット魂は思ったよりもシェルユニットが非発光状態で真っ暗になっているのでエアリアルの魅力が少し薄れてしまう感じがします。それに比べると HG とフルメカニクスはシェルユニットの存在感があってかっこいいですね。成形色はプラモは明るいホワイトですが、フィギュア系は少しグレーが混ざったようなトーンが落ち着いた色をしています。その他にも頭部、ビームバルカン、方向はそれぞれ微妙にデザインが異なっていたり、顎の長さが微妙に違っていたりと大きなデザインの変更はありませんが、どれも微妙に違っていてエアリアルが好きな方は全部揃えて並べてみたくなりそうですね。はい、発売日からかなり遅れてのレビュー動画になりましたが、フルメカニクスエアリアルを比較しながら詳しく見てきました。マスターグレードのように骨格フレームは入っていませんが、外装アーマーの精密なディテールや可動ギミックは MG にも引けを取らない作りになっていると思います。今後マスターグレードでもエアリアルは出てくるとは思いますが、この段階でも十分なぐらいの完成度になっているので、気になっているけど迷っているという方はぜひ手に取ってみてはどうでしょうか。このクオリティで4180円はかなり満足できると思います。ポージングがすごくはかどるのでガチガチ触って遊びたい方にもおすすめです。以上がレビューになります。参考になりましたらぜひ高評価チャンネル登録お願いします。最後までご視聴くださりありがとうございました。